この先も梅雨らしくムシムシとした不快な暑さが続いていきそうです。野沢さん、この暑さ継続しそうですね。そうですね、ちょっとこう日中の耐え難い暑さというのはね、なくなるんですけども、はい、まあ、1日を通じて蒸し暑いという日が多くなるかなという感じがします。でまずは気圧配置です。で上の段が11、12、13、木金土、下の段が14、15、16、日月火ということもあって、こちら見ていただくともう梅雨前線停滞中といった状況になりますから、はい、まあ、梅雨空が続くという形になります。でまずはですね、こちら東京の最高気温に注目しているんですけども、最高気温を見ると朝はちょっと高いんですけども、はい、それ以降平年よりちょっと低かったりとか、まあ、この時期らしく、まあ、平年並みといった状況になりそうです。で続いて最低気温に注目するんですが、最低気温はやっぱり平年よりもだいぶ高い状態が続くんですね、はい、ということもあるので夜間気温が下がりきらない、うんうん、いわゆる、熱帯夜となるところも出てきたりといった状況になりそうです、はい。でこちら気温の方全国見ていきますと、さすがに猛暑日予想というところはないんですが、まあ、それでもですね、最低気温がなかなか下がってくれない、まあ、熱帯夜という日が結構多いなといった印象を受けます、はい、ですので一日を通じてみるとやはり蒸し暑い、夜も蒸し暑い、そういう日が多くなるかなというふうに言った方が良さそうですね。はい、わかりました。昼夜問わず熱中症対策を行ってください。詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースからご覧いただけます。